おはようございます。おはようございます。たいちゃん、はい、今日は久しぶりに緊張感のないゴルフをしてほしい。あ、はい、はい、エンジョイで、今日はゴルフが上手い社会人ゴルファーの女性を紹介したいなと思って、はい、サホさんに来てもらいました、はい、よろしくお願いします。サホさんは、インスタグラムだとサホゴルフって名前でやってますよね。はい、はい、で普段はあのアンダーアーマー知ってます？もちろんです。ちょっとこう便宜的にアンダーアーマーで働いている、はい、会社名違うんですけどアンダーアーマーで働いている人でゴルフも上手いんで、なんかこういう人もいるんだなっていうことを一緒に回りながらお話しして、はい、ちょっとゴルフをエンジョイしてもらえればと思います。はい、はい、あとね、サホさんね、最近 YouTube も始めたんですよね。はい、始めました。なんて検索すればいいの？サホゴルフで。サホゴルフね、ローマ字で見てください。お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。今日は私がカメラで行きます。しょう。ん、左に曲がってった。俺も。はあ。緊張ほぐしに来たぞ。よくやるんですよ。あ、そうなんですか。めっちゃ飛びそうですね、今の感じだと。佐保さん、ゴルフいつ頃から始めたんですか？始めたのは小学4年生、9歳ぐらい。結構長いか。そう、ジュニア時代から。15年です、歴は。私の倍ぐらい。いつから始めた？私小6だったんで、遅めですね、結構、はい、小6だと。そうです、周りより遅かったです、ね、私は。じゃあ、ずっと試合出て。そう、試合とか出て、小学生の時から出てました。うん、あ、そうなんです、ね。きっかけなんですか？きっかけは、はい、おじいちゃんが、なんか、家の近くの練習場みたいなとこでやってて、うん、そこになんかついていくようになって、面白いなっていう感じで。あ、自分がハマったから。はい、なんかやれとかじゃなくて、はい、自分で楽しくて。あ、そうなの。このくらいだったら出せるんですか？これ出せますね。さすがだな。こんぐらいあれば。うん、佐藤、林から出すときって、はい、僕らみたいな一般ゴルファーは何を気をつければいいんですか？もう今のとかは上に上がったら絶対ダメじゃないですか、木に当たって。なのでロングアイアン5番とか6番とか4番とかで、もう右足寄りに置いて左足体重でパンチショット打つような感じでポーンと。右足に置いて左足体重。はい。あ、こういうイメージ。そしたら被って入ってくるってこと？はい、打つと結構ライナーみたいな感じで出るんで、うん、あんまり大怪我にならないかなっていう。それやってみよう。ん？はい、これはどうしますか？なんか回すほどコースも広くない。本当に上打った。8番で普通にフルショットしました。で、距離も多分そんな残って230ぐらいだったので。ああ、残り100くらいにしたってこと？100ぐらいに行けば十分かなと思って。ちょっとドローとかかけるにはちょっと厳しかったから、うん、あ、そうか、距離がないから。はい、8番で刻みでいいかな、3オンでいいかなと。はい、おこのすぐ
もう始めたと同時ぐらいでもうレッスンに、うん、もうやるならレッスン通った方がいいって言われて、はいはい、女子プロのがなんか練習場でレッスンをしてるっていうところに、うん、あの最初から教わって、はい、あれ私もそうでした。結構始めた頃からレッスン入って、うん、だからあんまりスイング癖がなかったなと思って、うん、最初に変なの覚えないでやった方がね。ドローで、うん、ナイスオン。冴えてますね。そう、試合終わりなんで試合終わりいい感じ、冴えるね。冴えますね。球筋も思った通りですよね。もう狙った通りのドローです。すごいな。林ですけど手前から、手前から転がして、はい、まあ、そばに行けばいいなっていう感じで、うん、また林ですね。おお、いけいけ。おお、乗った。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパ。タエちゃんとサゴさんは、はい、このホールは狭いっていう印象あります？私は狭く感じますね。狭いです。残り距離とかも考えて、ちょっと考えますね。ここだと325だから。はい、左側に打つの、なんか左の出てる木まで240なので、うん、ドライバーだとちょっと近くなっちゃうから私はスプーンでいいかなと。ドライバーですよね。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。ずっと14でしたね。そう、もうね、中学の時からずっと。あ、そうなんですか。なかなか出会わないブランドですよね。あ、めっちゃ有名ですけどね、うん、そう、なんか私神奈川県出身なんですけど、うん、神奈川県にあの14のアマチュア担当してる人が、うん、方がいて、その関係でいろいろずっとお世話になってました、うん、クラブは何使ってる？私はそう、ウッド系はキャロウェイで、うん、アイアンユネックスのウェッジタイプでした。おすごい使いたいものいいね、うん、やっぱウッドいい？飛べますね、うん、飛べ違うんだ。安定しました、顔とか。ずっと同じメーカーだと、はい、その粘土が変わるとやっぱ形とかも変わるじゃないですか、はい、その時にどう対応するんですか？あ、でも合う、打ってみて、うん、合わないってなったらいろいろシャフトを変えてみたり、あの長さも変えたり重さ変えたりで自分が対応するんだヘッドの変更にやらないってわけはないってことなんですね。合うように。サゴさん、これはどう打ちますか？これは火が気になるんで、右からちょっとドローで行けたらいいなっていうイメージです。近くに行けば。やっぱドライバーじゃなかったかもしれない。ティーショット。そこからが
いや、もう小学生から始めて、中高でもずっと競技は、やってて、バリバリ出てたね。バリバリやってた。なんか中学は、もうゴルフ部があるところに行きたいって思って、あ、そうなんですね。なかなかないじゃない、だから、じゃないそう、中学受験して、もう日大中学行って、はい、あ、それでもう大学まで、そう、もうずっと大学まで日大だったんですけど、だからゴルフ部でもその部活があると団体戦とかにも出れたりして、なんか結構夏とかも毎週試合みたいな感じで、そう、中学からずっとやってた。日大中学って有名なんですか？中学はそんなになんか多分個人でやる人が多いから中学は、団体戦って感じ、感じじゃないよね、あんまり、杉並中学とか、そこしか分かんない、そうだよね、あんまり有名じゃないかな、ミス、ありがとうございます。行け、あー、うん、スパー。さっきの花道の打ち方、はい、何を意識すればいいんですか？私はもうグリーン周りは58度1本なんですけど、こういう場面だと結構ピンまであるじゃないですか、グリーン。なので手前からこうトーンっていうイメージ。まずイメージ、はい、結構膨らませて、右足の前ぐらいにボールを置いて、結構ハンドファーストね、こんな感じで構えて、あとはもうこの角度を変えないようにこんな感じで打ってます。今ちょっと手前でしたけど、球転がしたいなら右目に打って打つし、上げたい場面は左に置くんで、そう、やっぱイメージが、イメージが大事だよね、私は。そう、転がしたイメージの時は、私の場合52度使いますけど、やっぱ上げたい時とか58使うし、それだけちゃんとイメージ決めて打てば、そこそこ寄るかな、例えばこの場面とかだと、まあ、これで例えばピンが手前だと、やっぱどうしても上げてあんまり転がらないように打ちたいなとか、ピンが奥だとその分使えるなとか、そういう感じですね。木は全然気にならなくて、軽いドローすればいいなって感じ、そうですね。お二人ってフェードは打つときあるんですか？たまにあります。あ、そうなんだ。たまにやらざるを得ないとき、なるべくドローで攻めたいっていう。練習はします、一応。必要な時が来るから。うわ、高っ。左にキックした。フェードしちゃった。一緒の方向に行っちゃった。もっと右。ナイソン。ありがとうございます。右行っちゃったね。中高はどんな感じですか？ゴルフ部。ゴルフ部は、でも結構緩くて、練習自体も、はい、確かね、週3とか。そう、だからもう個人的に練習に行ったりとかしないと、そう、うまくはなれないっていう。練習場あるんですか？学校にはなくて、もうスクールバッグ持って30分ぐらいかけて歩いて、クラブ持って、まあ、みんなでなんか喋りながらだったから全然楽しかったけど、今思えば。そんな感じなんですね。そう。
なんか日大の大学ってやっぱ強いじゃないですか、うん、結構バリバリ中高もやるのかなって思って、そう、でも大学は結構厳しくて、合宿も2月3月はもうずっと静岡の三島に泊まり込みで、はい、待ってました。女の子は寮がないので、はい、あそこに一人暮らししてる子たちの家に居候、はい、させてもらって、そうしてました。でかい、うん、ちょっとトップ、うん、うん。